がみんなの彼氏になってね、そしてだから皆さんが女なら、で僕はね、おい寒くないかい、こういうね、キザなセリフを言いますから、はい、ウルトラン、おい寒くないかい、寒いのよおでこが。2006年に歌丸さんは五代目円楽さんから笑点の司会を引き継ぎます。その後は番組の顔として他のメンバーと絶妙な掛け合いを繰り広げました。日頃の思いにたっぷりにね、何々のバカ野郎と叫んでください。円楽さん、皆さん一緒に、はいはい、いいですか、合わせてね、歌丸のバカ野郎、バカ野郎、こいつらこんなこと言ってますよ。そんなお茶の間に愛され続けた歌丸さん、中でも笑点名物とも言えたのが食べるもの、そして円楽さんとの特別バトル。前田の国産大麦ご飯を食べよう。お餅、パンケーキ、パン、食物繊維たっぷり、大麦のホットケーキミックス、お好み焼き粉新発売。私はいい男だ。でも写真だけでは分からない。マシュマロ先生だけでは、いや、何か感じなければ、 RND 住宅で立て日の甘やクリーニングのクリーニングドクター、ボンジャンドリーの高級王、レンタルユニフォームのライフアップ、あなたのそばに記念品の公園で、マシアグループを吹き込みます。不要の心を永遠に伝える、イフイ。今週月曜日に亡くなった落語家桂歌丸さん、歌丸さんの被り物と六代目円楽さんとの独舌バトル、名場面を振り返ります。やんだにこちらスーパーで出会った路面です。確かな一歩を踏み出します。